皆さん、こんにちは。草野美樹です。宮竹哲郎です。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をいる深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは平均メディア時代の終わりと新エキスパートメディアについて話していきたいと思います。はい、えー、今日は、まあ、引き続き、最近なんかオフトピックだとちょっとメディア系の話が多い気はするんですけど。 あの、まあ、ちょっと引き続きメディアの話をしたいなっていう、えー、ところでして、えっと、で、ま、なんか、今週と来週にかけてメディアの話を引き続きするんですけど、えっと、それをしたかった理由、まあ、きっかけが、え二、ー、つのイベントがあって、えー、はい。で、ま、一つが今週話す、えー、ある、まあ、YouTuber が、えっ、ー、と、ある AI ウェアブル企業の、あの、レビューをし,したときに、 ちょっと話題になったっていう、えー、話と、えー、来週に関しては、えっと、数ヶ月前に論じ、えー、た新しいスポーツ系のポッドキャストが出てきたので、まあ、そこ、その2つのイベントがちょっときっかけで今回、えー、このメディア関連の話をした,したかったんですけど、まあ、なんかそこの相関性がないみたいな、えー、ああの話もあるかもしれないんですけど、個人的にはなんかこれが今の,そのメディアの状態を表しているなっていうところで、まあ、はい あの基本的に話す内容はこのタイトル通りその、まあそり、平均的なメディアが、えー、の時代が終わるっていうところと、まあ、新しいエキスパートメディアっていう、えー、形がどんどん出てくるんじゃないかっていう、えー、ところでは、えー、ありますと。で、まあなんか、今日に関してはそのちょ、ちょっと、ちょっとくらい話 <laughs>、いろいろ <laughs> しちゃうかもしれないんですけど、そのまあメディア業界にとっては。 <laughs> あのただまあなんか進化してるっていう意味合いで個人的にはいいと思ってるんですけどいろいろディスラプションが起きてるっていう、えー、ところでしてなんかその例えばその新聞企業、えー、に関していきますともうなんか事業を、ね、より難しくなったっていう話ではなくてもう今生き残れない状況まで多分陥ってるかなと思っていて。 うんそうですね。で結局まあ,あのも,もちろんその記事単位によってだいぶそのクオリティとかも変わるんですけど基本的には一番いいコンテンツを別に必ずしも新聞社が持ってるわけではないですしあので最もパーソナライズされたコンテンツでもないですしうんしかも読者層のつについてそこまで理解してなかったり、まあ、あのいわゆるそこのデータがなかったりすることが多かったりするので。 でまあ、しかもそのビジネス側でいきますと、えー、残念ながらその広告主側に関しては、ジャーナリズムを支援したいから広告を出すっていう考えにはいかないので、うんなのでえっとそこ、そこ、そのまあ広告主からもえっと切り離されているえ状況ではありますと。まあ、一部の,そのメディア えー、メディアはそのグーグルとかフェイスブックに対して批判してたりするんですけど、まあ、そのメディアの広告売り上げを奪い取ってるんじゃないかとただ個人的にはグーグルとフェイスブックって一番フェアな戦い,戦い方をしたのかなと思っていてまあ一番ユーザーを集めた<ー>会社なのでなのでな広告売り上げがそこから取,取られてまあそのフェイスブックグーグルに移行するっていうのはまあそれは割とフェアな勝負の中で メディア企業が負けた戦いなのかなっていうふうには、個人的に思っていますと、もちろん、なんかその、それによって多くの、その、めちゃくちゃいいメディアの組織とかがなくなっている事実はあったりするんですけど、ただ、なんかその、このシフトによって、ニュースメディア自体が終わったわけではないじゃないですかまだ、そうですね、そニューヨーク・タイムズとか全然人気ですしまだまだ、はい、テレビとか。むしろなんか 次の新しい時代を切り開いているプレイヤーも出てきていますし、なんか新しいその形のニュースメディアっていうのがどんどん出てきてるかなと思っているので、で、その先々週ぐらいに話したニュータイムズとか、えー、だったと思うんですけど、なんかやっぱりそのインターネットが、まあその全部を変えた大きなきっかけとなると思うんですけど、その今までの新聞業界と比較して、そのインターネットによってメディアの形が3つの大きな 要因で変わっていると思っていて、それがまずディストリビューションが無料になったっていうところがまず一つありますよね。まあ、本当にあのミニマルの努力で自分の,、うん、あのコンテンツを、えー、出せるようになったと。で、なんか2つ目が、えー、っと、あ,あのタム、まあ、いわゆるその市場規模、えー、が、えー、っと、 か,かなり変わりましたと。で、その,その理由としては、その3つ目の要因である、そのリーチが圧倒的に、えー、まあ、インターネットによって、えー、まあ、あの、大きくなったっていうところですね。まあ、いわゆる地域限定ではない、えー、っていうところで、まあ、メールネスとかによって、えー、っと、どんどん多くの人に届けられるようになったと。で、まあ、比較すると、ニューヨーク・タイムズが最初にローンチしたタイミングで、年、最初の1年間で、えっと、 えー確かまあ、スタートはもちろんニューヨークからスタートしてるので当時は50万人ぐらいの人口がいた、えー、中で、えっと、2.6万人、えー、が購読してくれていたでしかもその最初にローンチするまでに多分五50系ぐらいの、えー、コストがかかっていて、まあ、それはい、今のドル換算すると1.4ミリオンぐらいかかっていてでしかも最初の1年目の、えっと、コスト 運営コストが 78K なので、まあ、今のドル換算すると2.2ミリオンぐらいしていたと。でまあ、かなり高かったですと、当時はスタートするで,、はい、で。今ですと、まあ、我々のように、ポッドキャストでしたり、なんかブログでちゃちゃっと、なんか数十ドルから数百ドルから、まあ、場合によっては数千ドルぐらいかけ,かけたらあの、別にメディアって立ち上げられるじゃないですか。う もう0円からすぐにできますね。それはもういかに楽になったかっていうのは、えー、まあやっぱりあの、まあ、これは多分リスナーの方も全員あの分かってることだと思うんですけどあのめちゃくちゃ状況変,変わりましたし何かこれを何を意味してるのかというとやっぱインターネットの時代ですとよりその,その組織のブランドとかその 記者よりもそのコンテンツそのものがいいかっていう評価ができるようになるんですよねなんでいわゆるその SNS で共有されるコンテンツでこの記者が書いたからっていう,いう人ももちろんいるんですけどよりバイラル化するのってこのコンテンツが面白かったっていうものじゃないですかそうですね記者の方だったとしてもその記者の方の信頼というかその人のが格好 書くのが面白いからバイラルするってそうですね。なんでなんか違う言い方でいきますと例えば、まあ、この今我々のやってるオフトピックはえっとまあすごい失礼な言い方ですけどニューヨーク・タイムズと同等レベルな場所で戦えるっていう。うーんインターネットっていうところで言うとそうですね。そうですね。 の横に並べ,るな並べられるともちろんそこからなんか、えー、とそ,それをどっちを選ぶのかとかはそのブランドとかそのコンテンツの内容次第とかだったりするんですけどなんかそのめちゃくちゃいいコンテンツを持っていれば、えー、可能性として、えー、ニューヨークタイムズのどの記事よりも超えられる、えー、ような時代が今来ているっていうのがやっぱり一つめちゃくちゃ大きいこと、うん、でして YouTube とかもそうですねなんかサ,サムネイル全部の おすすめに並ぶのはテレビの曲もあれば芸能人もあれば YouTuber もいれば全然知らない人も並ぶみたいなのうん、うん、最初多分みんな嫌だったっていうのはなんか似てるのかなと思いましたそうですねん本当に誰でも やっぱりコンテンツをその今までの既存の大手のプレイヤーと並べられるような時代になってきていまして、それに合わせてその新しいビジネスモデルとか、よりサブスク型に移るとかえっていうのがえっとまあその先々週ぐらいのえ話だったと思うんですけど、やっぱり新聞会社は広告に寄せることを決めたので、なので、広告主側がよりいいプロダクトを選んだ瞬間、 新聞社はかなり危機的な立ち位置に陥ったっていうところですね。でまあ、だからこそ、そのサブスク、その、えー、広告ファーストなのかサブスクファーストなのかっていう話をこの間、えー、したと思いますし、そのメディア企業がそのもう一回 PMF を達成しているのかっていうのを検証,検証しないといけないっていうところをいろいろ話していた、えー、と思うんですけど、なんかまあ でその影響でその広告を選ぶからこそより多くのメディア企業がそのクリックベイトでしたりそのセンセーショナリズムを、えっとえー、追うように、えーまあ、そういうような記事を出すようになって、えー、いたので、まあ、なんか今の時代になっていくとその,そのビジネスの在り方そのものを多分考え直さないといけないというところで,で、まあ、それがどういう形に今なっているか。 行き始めているのかと言いますと、多分今後、より多くのジャーナリズムが、そのメディアそのものが、より小規模で行われますと、まあ、場合によってはもう一人個人でやるような時代になってくる可能性はありますと。えー、で、まあこれはなんかもうすでに多分ん、草野さんもいろんなところで、例えばサブスタックとか YouTube とかいろんな形で話していると思うんですけど、なんか 一つすごい重要なポイントですと、その個人はめちゃくちゃジェネラルな話ではなくて、基本的には何かしらの得意分野を持つことだと思っていて、はい、で基本的にまあ今までそのインターネットで戦っている中ですと、ディスビューションが無料で、マーケティングは SNS 経由で行われたりすると思うんですけど、なんかこれってまあ何を意味しているかというと、平均的なメディアが。 ようやくなくなる時代だと思っていて過去ですとそのメディア業界って多分そのかなり多くのメディアが昔からあったと思うんですけどそれを例えばなクオリティのえっと、えー、クオリティが低い高いってえっと評価した時におそらくですけどベルカーブ型になってたんですようんいわゆるその平均的な、えー、クオリティのメディアがかなり多くて <laughs> でえっとまあ クオリティが低いメディアとクオリティが高いメディアはまあ少なかったと。なのでまあ全体的にベルカーブ的な形で、えー、メディアの,、えーまああの業界が成り立ってたと思うんですけどインターネットの時代になってくるとあのそ,このそのベルカーブ自体は最初は変わらないと思うんですよ。ただ何が変わるかっていうと消費されるものが変わってくるのでそれによってベルカーブが最終的に変わるんですよ。うん、でえっと 今までですと、やっぱりディストリビューションが無料じゃなかったからこそ、平均的なメディアだったとしても読まないといけなかったんですよ。いわゆるその、例えばその、えーまあ、東京でも、ニューヨークでも、ボストンでも、どこでもいいですけど、そこの地域のものを読むっていうのが普通だったの、普通だったんですよね。むしろその、例えばカナダの新聞を読むっていうのはすごい難しかったりしてたので、去年、ユーザーは選べなかったんですよ。 でも選べるような時代に今なった中でなぜわざわざ平均的なメディアを読むのかっていうところになるんですよ読まないじゃないですかうんそうですねなんか今より海外のメディア見る人増えたのかな,なんていうかその日本で翻訳されたものを読むっていうより直接見に行く人も増えたりとかまあそれこそ現地の話は 現地の人にうん、うん、発信してるるからそっちに見えるみたいなのはありますよね、うん、なんでなんか場合によってはなんか平均的なメディアをどこで読むかっていうとなん,かなんか美容室の待合室とかわかんないですけどなんかそういうところで、うん、なんか置いてある雑誌とかをなんかちょこっとまあなんかとりなんかと時間 暇つぶしにちょっと見るかみたいなことになるかもしれないですけど、今はもうスマホを持ってるので、なんか多分自分の好きなメディアを自分の,あの都合のいい時間帯でえっと読むっていうことになった場合には、うん、えっと基本的にそのベルカーブ型の、えっと、形で消費、消費量は、えっと、そんな感じにならないんですよ、うん。雑誌は平均的なメディアに入るんですかえっと、全部はもちろんそうではないですけど、なんか多分、あの、一般的に置いてあるもの。 のほとんどは多分平均まあ特にアメ,アメリカの場合ですよ。日本だとちょっとわかんないですけど。あの、えっと、アメリカの場合ですとそうでして。で、そうなると、ですかね、その、まあ消費されるものがどういうものになるかというと、もう基本的にめちゃくちゃコンテンツがいいもの。えー、で、えっとそ、それがほとんどのメディアは当てはまらない。で、そうすると、その、まあ、もう少しパワーロー的な多分感,感覚値で、その、いいものがより消費されて、しかも、 消費され、されるだけではなくて、より共有されるので、オンライン上で。それでさらに読まれるっていうもので、えー、なんかその、いっぱいメディアが出てくる可能性はあるんですけど、ロングテールが多分伸びながら、よりパワーロー的な立ち位置になると。なんで、なんか、結局、じゃあそこのパワー、まあ、いわゆるその、より読まれる方にどうなるのかっていう、まあ、一つのやり方でいきますと、その、その、 まあ業界そのトピックのエキスパートになることでして、まあ、だからこそこのよりそのエキスパートメディアみたいな需要が今後高まるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよねうん確かになんかそのエキス特にアメリカだとエキスパートに尖ってもめちゃくちゃ市場大きいですもんねうんそうですね何かまあ日本だともしかしたらそあのエキスパートになってももしかしたらそこまでの市場規模にならないかもしれないんですけど なんかとりあえずアメリカですと。英語化できたら、よりニッチで面白いトピックになるのかもしれないなと思いますけど、うん。そうですね。で、まあ日本ですとすでに多分一部エキスパート化している。 あのメディアとかも多いと思うので別になんかそれが個人のライターじゃなくてもあの複数に集まってなんかキュレーションしたりとか、えー、知る人たちもいると思うのでまああの場合によっては全然エキスパートしてるところはあるとは思いますとなんかただそのなんかこのよりエキスパートメディアに、えー、世の中が寄ったとしてもなんかすごいアメリカですとすごい面白い 現象がメディア業界で起きてててるなと思っていて、まあ、まず今、信頼がめちゃくちゃ落ちてるんですよね、メディアに対しての。まあ、特にマスメディアに対して。うん、で、確かなんか最近、なんかどこか調査してたんですけど、アメリカですと、えー、っと、32%のアメリカ人しか、えー、そのメディアが、その、まあ、えっとフェア、フェアで正確なそのレ,あのレポーティングをし,していると信じて、信じていますと。 でえっと、39%が全く信頼してないと。なんで、多分はじ初めてかもしれないですよね。そのえっと、全く信頼してない割合が、えっと、かなり信頼している層を超えたの。で、えっとまあ、その大きくその信頼が落ちている理由は、えっとまあ、民主党派の人たちがかなりメディアに対しての信頼が落ちているらしいんですけど、でまあえっと、共和党はもともと。 まあ、こ,ここ多分10年15年ぐらいかなり低かったんですけどそれがさらに低く、えー、なってですけどなんかこの信頼が落ちているもののちょっと不思議な現象がメディア業界でよく起きるなと思っていて、まあ、メディア業界っていうか我々がどうメディアを扱うのかっていう話ですかねでそのなぜか人ってそのメディアを信頼してしまうっていううんというとなんか個人的にそのメディアって ただのブログとして見るべきだと思っているのででもメディアって聞いた瞬間なぜか信頼してしまうああこと定義というか言葉的に言葉なんかメディアが発信するものは基本的に正しいっていううんでこれこれのなんか一番不思議な そのことが、過去の多分オフトピックのポッドキャストでも話したことありますし、多分デイリーメモでも話したことあるんですけど、ゲルマン見討効果っていうもので、なんかこれ、もう一度説明すると、メディアがあのメディアを読むときの,の現象になるんですけど、例えばあ,のあるその自分がすごい詳しいトピックについて記事を読んでますと。 その記事を読むと、おそらくなんですけど、あのいろんな間違いとか、えーまあ、場合によっては、そのその全然間違ったなんかあの捉え方をしているっていうのが <laughs>、えっと、結構あるんですよ。特にその自分が知っているトピックであれば。まあこれで一部仕方ない話でしてその、そもそも記者は、えっと、いろんな記事を書かないといけないので、なので、めちゃくちゃ調べる時間がなかったりとか。 えーまあ、一部のソースでしか、えっと、あの、えー、まあ情報を取,ら取れなかったり、まあ、場合によっては、その、特定の、なんか、えぇ、ー、まああの意見を述べたいために、なんか、いろんなエビデンスを集めたかもしれないんですけど、なんか、その、自分がめちゃくちゃ詳しいトピックであれば、そこが、まあいわゆるその、めちゃくちゃ間違ってる時もあるっていうのが分かるんですよ。 で、これは多分、あの草野さんも多分、まあ、リスナーの皆さんも、なんかメディア読んでる中で、なんか自分の特定分野とか、場合によっては自分の会社について、なんか書かれたときに、え、これって全然違うんですけどって思う瞬間ってあると思うんですよ。でも、ここからがなか、なんか、その、なんか、ギルマン憲法効果の面白いところで、まあ、紙だったら次のページ、えー、オンラインだったら次の記事をクリックしたときに、えー、そこで、その、 その記事が全く違うトピック、自分が詳しくないトピックについて、えー、記事、コンテンツを出してい,いた場合には、えー、なぜかそれをほぼ全部正しいと信じてしまう。自分が詳しくないものに対して。はい。でも、その前の記事っていかに間違ってたかっていうのを理解してたはずなのに <laughs> なぜか同じメディア でまあ、もちろん記者は違うかもしれないですけどあの同じメディアなのに、えー、なぜか次の,次の記事は信じ,信じてしまうまあ自分もそれが真実かっていうのでコンパスは持ってないからそれ信じるしかないんですよねでもこれってでもすごい面白いと思う理由は、うん、例えばこれが人だった場合って全然違うと思うんですよ例えばですけど僕は草野さんと話してて えー、草野さんがなんか詳しいトピックについて僕が話し始めて、めちゃくちゃ僕が間違った情報しか言わなかった場合に、僕が違うトピックを話したとしても、おそらく草野さんって疑うと思うんですよ。その僕が話した内容なぜかというと、めちゃくちゃ嘘を今までついてた人に対して、それはなんか別のトピックでも嘘ついてもおかしくないからってう、もち、そうせながら思うからなんですよ。うん でもなぜかメディアになった瞬間そう,そうならないっていう現象がその見望効果につながるっていうところなんですよね。んなんかそのトピックってなんかそれを学ぶまでの難しい系だと特にそうですよね。なんかゴシップとかそういう芸能ニュースとかだとうもうこのメディアはもう,う嘘っていうかその間違ってる情報もあるよねっていう前提で読んでるからそれが自分が詳しくなくても そのいう気持ちで見れますけどなんかものすごい政治の話とか戦争の話とかってなるともう自分が能動的に調べなきゃいけないものとかだとなんか難しいですよねそれって、うんうん、特に、うん、でもなんかなぜかメディアがて特別扱いされるっていうのはうんそこはなんか正なんかめちゃくちゃ不思議だと思っていてで多分それはメディアっていうも なんかくく,りかくくりに入ってるからだと思うんですけど。うん、でも信頼はしてないんですよね、アメリカの人は。しえっと、と言うんですけど、うん <laughs> でもそれは多分自分が見てる、その知ってるトピックについてとかに関して言ったりとか、あとはまあそのせせ、まあ、メディアも政治家されているので、えー、だからだと思うんですけど、でもみんな読み続けてる。 わけなのででみんなそれを引用してるわけなのでまあ,あの我々もそう,そうですけどうんなんでなんかここがすごい不思議なあのなんですかねなんか現象だと思っていてそのそのエキスパートエキスパートであることをな,なんですかねエキスパートじゃないとし知っていてもなぜかエキスパート扱いしてしまうメディアがいるっていう。う<ー>ん <laughs> でまあ、これの解決法はいわゆるもっとエキスパートが出てくることだと思うんですよすごい簡単に言うとうんでまああのテク業界とかですとよくその直接企業家が話したりとか、まあ、そういうこともやったりしてまあもちろん,なんかそれもいろいろリスクはあるのでいわゆる第三者目線から話すっていうのってすごい大事なポイン時もあったりするのでなんであの何ですかねんか別にその全メディアが を否定してるわけではないですし、まあ、我々も、あの、なんかメディア的な役割は一番果たしてると思うので、あの、あので、まあ、た、例えばですけど、そのセラノスを、えー、っと、について調査したウォール・ストリート・ジャーナルとか、えー、もう多分めちゃくちゃ素晴らしい、えー、記事とかコンテンツとか出しているわけなので、ただ、なんか、なんかそ、そういうふうな、えっと、より調査型とか、より、その、しっかり調べるっていう、 あのジャーナリストあの、まあ、いわゆる新世代の記者とかジャーナリストとかメディアがいると思っていて、それが、まあ、例えばそのクリエイターとかだと思うんですよね。<laughs> で、その中で、一、まあ、人、草野さんもいろいろあのテック i イッターで見てたと思うんですけど、ちょっと、えー、話題になってたのが、えっと、MKBHT っていう、えー、っとマーケス・ブラウンリーさん、えー、っていうユーチューバーがいるんですけど、彼は、えっと、ガジェット系のレビューアーですね。 えー、彼が最近 Humain っていう、えー、と AI ウェアラブルピン、えー、を、えー、レビューしていて、えー、そ,こそこに対して、えー、ちょっといろいろ結構話題になってたんですけど、まあ、なんかちょっと背景だけ話すと Humain は、えー、とちょうど、えー、1年ぐらい前ですかね TED、えー、トークで、えー、その彼らが作ってる AI ウェアラブルデバイスを、えー、紹介して、まあ、いわゆるその画面なし えー、いわゆるそのスマホみたいな画面を見,見ないで、その、えー、まあ,あの、より今の世界に集中しながら、えっと、まあ、そういうコンピューティングデバイスを扱えるんじゃないかという話をしていたときには、多くのメディアは多分、ちょっと、まあ、本当にできるのかみたいな、ちょっと懸念してた、えー、と思うんですけど、えっと、まあ、我々も去年、ちょっとこ、こ,この話はいろいろして、で、まあ、ようやく今年、ヒ、えー、メインの AI ピンが出たんですけど、まあ、正直、 あのほとんどのレビューはあまりよくはなかった。草野さん見ましたそのレビ,ューレビュー動画とか、そこらへん。そうですね。やっぱまあ、ちょっとまあ難しいですよね。まだまだかなっていうのはありますけど。<laughs> うん、まあ、プロダクトのデザインとか結構好きですけど、うん,うん、うん。個人的には。まあ、なんかその、ニューヨーク・タイムズから、ザ・バージュから、ウォーチシート・ジャーナルまで、まあ、基本的にあのよりポジティブっていうよりもよりネガティブなレビューが多くて。 で、まあ、その中の一つのレビューとして、そのマークス・ブラウンリーさん、まあ、MKBHD さんが、えっと、YouTube 動画のレビューを出して、まあ、かなり、あの、レビュー自体はかなり細かくしていたと思いますし、今、なんかこれが、あの、ファーストジェネレーションのプロダクトで、まあ、こういう新しいフォームファクターを、フォンファクターをヒメンがやってるけど、正直、あの、まあ、彼がいろいろ試したデバイスの中だと、全然ダメだと。 っていう話を、えっと、してましたと。で、まあ結構、まあ正直結構ネガティブな、えー、レビューでしたし、まあその彼の YouTube のタイトルが、えっと、<laughs> The worst product I've ever reviewed for now なんだったので、<laughs> まあ、まあ、かなり、えー、ネガティブな、えー、あのレビュータイトルもつけて、えー、いると。で、まあその動画が出たときに結構 テック業界の中で、草野さんも見たと思うんですけどこの、このレビューは良くないんじゃないかと。厳しすぎ。厳しすぎっていうところもありますし、そもそもこのレビューが出たら、もうヒメインが終わっちゃうんじゃないかとか、なんか、まあ、なんかその、<laughs> なんかハードウェア作るのってすごい難しいものなので、なんか、もっとそこは、なんか、よく見てあげた方がいいんじゃないかみたいな人もいましたし、えー、人によっては、 まあ、マーケスブラウニーさんって1800万人の YouTube 登録者がいるので、えー、そこに対して、えー、なんかこれをこういう、まあ、こ,のこういうようなちょっとネガティブすぎるレビューとかそのタイトルがなんか一番最悪のプロダクトだったみたいなこと言うのは、えー、あのそれは、えっと、そのメディアとしての責任をちゃんと感じてないんじゃないかと。うん感じてないんじゃないかと。 それはその,その批評を自分が批評することによって出る悪影響を考えてないっていうことですかまさにそういうことですねで。なんかそれがなんかその意図的にそういうなんかそのすごい悪いタイトルをつけたりしてるんじゃないかと。まあそれいわゆるそれによってよりあのクリックを増やすために。どう思いますか宮武さん的には。まあ正直あのまあえっと唯一多分あの。 そのネガティブか基本的に m k b h t の動画はめちゃくちゃフェアだったと思うんですよ。で、えっと、もちろんなんかタイトルに関してネガティブに言う人の意見を理解できるものの、あの、m k b h t さんは一応 YouTuber なので、一応 YouTube のアルゴリズム的にそれを出すのは割と普通ですし、えー、まあ、他のレビューのタイトル見ても割とネガティブだったので <laughs>、なんで、なんか、まあ、け結果としてプロラ あのレビューではなくてプロダクトを責めるべきかなと思うので基本的には。なんでなんかそこは何ですかねあの、うん、草野さん的にはどう思いますなんかそういう批判的な,そ,、ね、なそ,のそのレビューに対しての批判的なコメントについては。個人的にはなんかそこまで言わなくてもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。なんかまあ クリエイターも一応ビジネスでやってビジネスでもやってるし、うん、メディアっていう意味だと責任を持つ必要、まあでも、クリエイターでもあるので表現の自由っていうのはあると思いますし、なんかどちらか問題があるとするならば、どちらかというとその彼に同等するようななんかメディアがまだ存在してないっていうことに、あの人一挙になってるっていうことになんかちょっと、 良くないんじゃないかなっていう感じはちょっとしますね。だからまあ正直なレビューするのはしょうがないし、ちょっとその持った表現とかしてたとしても、うん、まあそれが本当にプロダクトが良かったら手元に行った時にそうじゃないねってなることもあると思うので、うんうん、なんか、まあ,あと、そのタイミングもなんか、なんか、その盛り上がるけど、後々時間経ったらそんなに 影響してないねっていうパターンとかもあるような気がするので、うん、まあちょっと責めるのは違うかなっていうのを思いました自分的にはまあなんか多分草野さんが言うタイミングって多分これすごい大事だったと思うんですよあのちょうちょうど最そのその動画を出した数週間前に彼は別の動画を出していてでそれは悲鳴についての動画ではなくてある、えっと、フィスカーっていう、えー、電気、えっと、車会社、えー、についてのえっと レビューだったんですけどそこもあの一番最悪の車だったと、えー、っていうタイトル、まあ、多分そう,うそういうタイトルをつけて出したんですけど、まあ、なんかもちろん完全にその動画のせいではなくて、まあ、これは単純にそのプロダクトのせいでもあるんですけど、まあそういう動画も出た後に、まあ、たまたまなのかたまたまじゃないのかを置いて、えー、そのフィスカー、まあ、上場してる。 会社なんですけど、の株価が55%落ちたんですよ。それもあって、で、今回の悲鳴もあ,あったからこそ、多分なんかその、その、それによってこの会社は破産しちゃうんじゃないかとか、多、えー、なんか多分そういうなんか、あの、懸念を、えっと、言う人たちが出ていたっていうところだとは思いますね。 ああ、難しいですね。スナップチャットもう終わりみたいな言う言い、ね。<laughs> あのインフルエンサーか、カイリージェナでしたっけ言いましたけど、はい、なんかそれも株価落ちちゃったりとかしてますけど、うん、まあでもそれも一時的なやっぱものな気がするので、まあ嫌だなとは、自分も会社やってたら思い、思うだろうとは思うんですけど、まあ難しいですね。それを止めることはできない気がします。うん。 止めることはできないですし、まあそもそもなぜ、えっと、マークス・ブラウンリーさんが1800万人の登録者を得られたかっていうと、そ、それぐらいの、うん、えっと、いい動画を今まで作ってたからっていう話でもあるかなと思うので、なので、もちろんなんか彼がめちゃくちゃ、なんか例えばですけど、そのヒメインとかそのフィスカ、えーをめちゃくちゃ褒めて、その、そのプロダクトを、あの、彼、彼の登録者が買って、買ってみて、 買って,みてなんかめちゃくちゃ悪い体験をしてたらそれはそれでめちゃくちゃ彼らを叩かれるのでなので、うん、まあむしろ彼とすると別になんか嘘をつかなければ基本的にえっと、えー、まあフェアですとっていう多分でもちろんなんかそのタイトルの付け方とかそこはそこら辺はでで特になんか Twitter でのツイッターでも同じ動画を出したんですけど Twitter で出したタイトルの付け方がちょっと違かったのでより柔らかかったのでまあそれも多分 いろいろこの、あの、懸念、懸念として出てたとは思うんですけど、なんかまあ、一人でこ,これだけのオーディエンスを作れるっていう方が、やっぱ個人的には重要だと思ってますし、なんかその、これだけ影響を与えられるっていうのは、なんか、なんですかね、もちろん、彼と MKBSD さんとしても、多分、自分が持つ責任っていうのを理解しているはずなので、ただ、なんかそれは、 必ずしも、その、褒めるっていうのが彼の役割ではないので、では基本的に彼の動画見ていると、ほとんどの動画褒めてるんですよ。あのほ、他の商品は。なんで結構ネガティブなものを出すのって割とレアなんですけど、まあだからこそ多分よりバズったっていうのもあると思うんですけど、やっぱり今まで以上にそのザバージとか、ウ、え、ォール・ステーツ・ジャーナルとかニューヨーク・タイムズとかテック・クランチとかそういうところよりも、その個人のその、 まあ、ひたすらこれしかやっていない、まあ、こういうレビューしかしていない人のところにユーザーが集まるっていうところが重要だと思っていて。で、だから、だからこそ、まあ、これはなんか、草野さんもいろいろ、あの、ポッドキャストでも話しているかもしれないし、あの、話してないかもしれないですけど、最近結構、あれティム・クックさんとか、あの、マック・ザッカーバーグさんとかが、あの、なんか、テレビ、 インタビューを受けるよりも多分そらくなんですけどより多くの時間をそのポッ,なんかポッドキャスターとか YouTuber とかのチャンネルに出るなんか多分時間が増えてるじゃないですか年始のテックニュースでもちょっと話しましたねうんなんでなんかこの現象ってやっぱりパワーバランスのシフトがすごい変わっていて別になんかそれが あの、ニューヨークタイムズとかザバージュとかそういう会社も全然できると思うんですけど、ただその、そのレベルのエキスパティーズが必要になってく、えー、るっていうところですね。その MKBHT さんとか、そういうまあいろんなそのガジェットレビューアー以外、えー、もそうですけど、なんかそこ、そのぐらいの、えっと、そのアテンションと信頼度を得られる、そのメディア媒体を作らないといけなくなったっていうところだと思うんですよね。本当なんかメディアだと、やっぱり複数人、 そのコンテンツを作る人がいるとそれぞれ思想が違うし何、うん、ていうか結局一人のクリエイターだ,だとしても持っていきたいナラティブは必ずあるのでこういうふうに話したいとかこういうふうに思わせたいっていう意図はあると思うのでなんかそのメディアだとやっぱり難しいのかなんかそのポジショニングもあるしそれぞれ思ってるライター編集者の人の。 気持ちは違うので、なんかそれは統一するのは難しいですよね。そうですね。で、まあ、なんか別に昔のメディアも、なんかた、例えばその MKBHT さんと似たようなポジションの人って別にいたじゃないですか。なんか多分、テック系のレビューアーでいきますと、ウォルト・モスバーグさんとか、めちゃくちゃ有名な、あの、 テックレビューアーでしたし、デイビッド・ポーグさんとかもそうでしたけど、多分逆に言うと、その2人が基本的にあの全部のものをレビューしてたので、むしろ今の方が健全なのかもしれないと思うんですよ。それぞれ得意な分野で。いろんなテックレビューアーがいるじゃないですか。<ー> YouTube, YouTube とかいろんなところで。で別になんか、あの今なんか昔だともう、ウォルトマス・モスバーグさんの言葉しかなかったりするので。 うんむしろ業界を潰せたのって昔、昔、昔の方が潰せたんじゃないかっていう。確かに。でもテックももうちょっとバラエティがあるといいかもしれないですね。なんか AI、その、ヒューメインもなんかそのプロダクトが悪かったっていうのもあるとは思うんですけど、なんかじゃあその、でっかい、 ガジェット系 YouTuber、コンテンツクリエイターの人が、やっぱアップルの発表会に行けるってめっちゃ嬉しいじゃないですか。うん、でもその CM を批評したりとか、うん、なんかプロデューサープロダクトが良くなかったみたいなのって、めちゃくちゃ言いづらいのかなっていうのを思うので。そういう招待され,さ,れされた場合にっていうところですかされたりとか、その、うん、なんていうか、 アップルってなかなか批評するのは難しい。<laughs> まあもともといいプロダクトっていうのは大前提だし <laughs>、うん、私も好きなんですけど。怖いですよね。うん。なんかそこは難しそうだなって思いました。うん、なんか今回のその発表会で批評もあった。今までなかったから、うん、なんかいや、すごくずっとプラスなことばっかりだったんですけど、もし何かまたネガティブなことをしたときに、 そういういクリエイターの人とか前ずっとレビューしてきた人はどう反応するのかなっていうのはちょっと気になりますね。まあ、あとはなんかここはその、まあ、クリエイターだけではなくてメディア全般的に、まあ、でメディア以外にも普通に SNS 上でも同じだと思うんですけどやっぱりなんか誰かがスタートするとみんな乗っかるっていうパターンは多いのでなのでなんかそこもいい場合もあれば悪い場合もあるっていうところでなんかそのまあ例えば今回のその,の iPad のあの CM の,あの批判とかに関しては、誰かが多分、まあ、これってなんか微妙なんじゃないかっていうのを言えたことによって、いろんな人が同じ意見、えそいや、僕もそうだったと思うんですよっていうのを言えたっていうのはすごい大事かなと思うんですけど。で、まあ、でだからこそ,そ、より多くの,、えー、そのレビューアーがいると、誰かがそれを言えるチャンスが高まるかなと思うんですけど、ただ同時に、 なんか誰も言わなくなると本当に誰も言わないっていう。そかそこの、そこのなんかみんなコピーしや、しったりしちゃうので、それはなんかちょっとメディア業界のまあ悪いところでもあるかなと思いますよね。だからこそその MKHB さんがなんかこう迎合せずに批判していく、そのいいものはいい、悪いものはなんか,、うんなんか ちょっと良くなかったっていうスタンス取ってくれるのはすごく。分かってクリエイターというか。いや、嬉しいですよね。そうですねありがたいっていうか、うん、姿勢はすごくいいなと思います。なんで、なんか、まあ、あの、うまくそういう人たちがどんどん増えていくといいかなと思って,いて。で、なんか、ここの、なんか、そのより信頼される、その、エキスパート。 メディアはどういうところに出てくるのかというともちろん YouTube とかそういうのもあると思うんですけどやっぱりポッドキャストってすごい強いなっていうのは思いますよねそういうのですとおお<ー>でなんかこれって実は、えっと、数字でもなんかあのデータでもそれを表していてなんかさ,さっき、えっと、39%のアメリカ人が、えー、あのメディアを全く信頼しないっていう話をしたじゃないですかうん でじゃあポッドキャストで、えっと、ニュースを聞いた場合にあの、えー、何割がいわゆるその基本的に正確だと思っているかっていう、えー、調査をピュ,ー、えっと、ピュー研究所がやったんですけど87%のアメリカ人がポッドキャストでニュースを聞いた場合は基本的にせあの正確だろうっていうのを言,言ってたっていお高い <laughs> めちゃくちゃ高いですよね。<laughs> <laughs> まあ声だし、うん、そうですよね、うん、人が買い出してると。でうん、でしかもあのその、ポッドキャストでしか聞けない、聞けなかったような情報、の他のメディアでは、なんか聞けない、うん、聞けなかったり、見れない情報っていうのも結構あるっていうのを言っていて、その,その,あの,あの,そのアンケートでは。で、ニュースに関してですか、えっと、いや、これは多分、ニュースですね、ニュースです、ニュースです。うん で、えっと、73%のアメリカ人は少なくともたまにそれは起きていますと。で、30%のアメリカ人は、えー、常に、えっと、ポッドキャストでユニークなニュースを聞いていますと。なんか、ここは個人的にすごい、まあ、我々も基本的にポッドキャストやってるからこそ、より多分面白いと思ってるんですけど、あの、<laughs> これによって、あの、すごい面白い現象が一つ起きてると思っていて、あの、それが、 えっと、フェイクポッドキャストがめちゃくちゃ増えてるっていう。ふーん、面白い。で、この、えって、で、これは2つパターンがあるんですけど、フェイクポッドキャスト広告っていうのがあって、で、これは、えっと、いわゆる TikTok とかショーツとかリールズで、えっと、いわゆるポッドキャスト風の、その、まあ、いわゆるバックグラウンド、いわゆるマイクを持ちながら、何か商品を宣伝するっていう。 でも、<ー>ポッドキャストじゃないんですよ。賢いですね。嫌だけど。<laughs> めちゃくちゃ賢いですよね。そ,その、ポッドキャストのショート動画風の広告ってことですよね。そうです、そうです。あ<ー>なので、まあ、いわゆる、まあ、今あの、えー、我々のポッドキャストって今、YouTube でもビデオポッドキャスト化してますけど、まあ、あのうちらの、えー、と画面上みたいな感じで、まあ、あの一人の、えー、役者が、えー カメラ目線ではなくて、よ、ちょっと横向いていて、で、マイクの前で、た、た、多分ヘッドフォンとかしながら、<laughs> いやカメラ目線になんないでくださいよ。<laughs> <laughs> あの、えっと、まあ、あの、い、いわゆる他の人を見てるような、えー、感じにしていて、で、場合によっては、後ろにちょっとネオンサインみたいな、なんか、よくあるじゃないですか、ポッドキャストとかですと。で、えっと、で、そ,その、なんか、普通に会話してる中で、なんか、 なんか最近自分が使っためちゃくちゃいい商品があるんですよ、みたいなことを知れって言うっていう。ええー、それありなんですか多分、ハッシュタグ広告って入れたらありなんじゃないですか。あーすごい抜け、抜け、抜け穴だな。すごいです、ね。いや、ほんとそうですよね。ちょっと我々もやりましょうか、これ。その代わり信頼度落ちますね。めちゃくちゃ落ちますよね。で、これなんか、ねえー、実際、あの、こう、 実際、えっと、いろいろフリーランス系のサイトに行くとこれ,これの募集をしてる人あこれを、えっと、役者陣がこれできますよっていうのを出してるんですよでなんか1分間の広告で195ドルなんで、まあ、3万円ぐらいですかね日本円で言うとで出してくれるっていうところで結構最近ですとなんか多くのブランドがなんかお願いしてるらしいのでなんかそれで 結構月次で数,数百万円ぐらい儲かる人たちもいるらしいですよ。うわーちょっとそれはすごい <laughs> なんか増えないでほしいですねもし日本であったらポッドキャストの信頼度がめちゃくちゃ落ちますからね <laughs> うんうん、うん、やっぱりでもポッドキャスト音声だけでもそうですけどなんか人が喋ってるのって情報量めちゃくちゃあるじゃないですかだからなんかリアルに感じますよね。そうですねその人が本当のこと言ってるのかどうかって <laughs> けっまあ、役者さんだったら余計分かんないですよね。うん分かんないしりやっぱポッドキャストですとやっぱ長尺ですし、うん、なんか長尺だからこそよりなんかまあ,あのより本音を言ったりとかよりなんかそういうそういう場でもよくあったりするのでなんかだからこそ多分より信頼されるかなと思うんですけど、まあ、広,告広告以外にもなんか普通にその普通にコンテンツクリエイターとしてあのえ ポッドキャスト運営していないのに、えー、ポッドキャスト風の、えー、どうショートフォーム動画めちゃくちゃ上げる人とかっているんですよ。あそれはさっきのとまたち<あ>違うさっきの広告なので、今回は広告じゃないんですよ。<ー>単純に、えっと、自分のコンテンツをバズ,バズらせるために、ポッドキャスト風に撮ってるだけなんですよ。ああ、でもそれは確か日本でもあるかもしれないですね。うんなんか対話っぽい感じだけど、実際ポッドキャストはやってなくて、ショートだけみたいな。 だっけみたいなそれはなん,なんとなく全然いい気がするんですけど広告はすごい話ですね。<笑><笑><ー>なかなか面白いですよね。なかなかうん、ポッドキャスト。でもなんかアメリカってそのザ・デイリーっていうニューヨーク・タイムズがやってる番組とか、うん、あとアメリカン・ライフみたいなポッドキャストあるじゃないですか。アメ,アメリカ、アメリカ。 ライフイフンアメリカかアメリカンライフみたいな結構なんていうかそれ,それもニュー,ヨークタイムスですかでもそれはまた別なんですけどで,すでもザデイリーとかも1時間以上あったりとかしてなんかニューストピックではあるけど割とそれをディスカッションしたりんていうかあの長めのトピック話してるのでなんかそれそういうところからはなんかそういう新しい発見とか なんかそのニュースが本当だろうなっていうふうに思うだろうなって思います。ちょっと日本のニュース系ポッドキャストとちょっと違うパターンもあるので。確かに全般的に見るとアメリカの方が長いですよね、そのあの基本的にポッドキャストって。うん。なんかヘッドラインだけ話す CNN とかありますけど、うんうん、なんかめっちゃ長いニュース番組とかありますもんね。で、なんかこういうまあなんか 今回はこれで一回終わらせたいと思うんですけど、なんかやっぱりいろんな形で今の既存のメディアってディスラップされているなと思っていて、なんかその新しい企業家、スタートアップ業界だと企業家になるんですけど、のこのニュース業界だと、まあ企業家ももちろんいるんですけど、どちらかというとクリエイターとか、その新しいそのエキスパートえーっていうのがえ出てきていると思って、 いてで、えっと、なんで、なんかやっぱり今までの形とすごい変わったのが、そのやっぱりインターネットによって、そのディストリビューションチャンネルをそのメディアが抱えてたかどうかっていうところ、で、そこが今も抱えてない状況になっちゃってるので、うんまあだからこそ、その新しい人たちが入れるようになって、で、えっと、い最初はアテンションの戦い合いだったんですけど、 なんかそこもどんどんアテンションを取りすぎるようになってしまうと、クリックベイトコンテンツがどんどん流行って、それであのアテンションと信頼の戦い合いになってきたと思うので、来週はこれとまあいわゆる似たような話なんですけど、スポーツに特化したところで話したいと思うんですけど、スポーツ業界でもやっ,ぱりやっぱり新しいエキスパートメディアがどんどん立ち上がっているというところですね。うーん。 なんか昔思ったのがなんかバージルアブローの,そのピュリストとツーリスト、うん、純粋主義と観光客みたいな分け方あるじゃないですか、うんはい、なんかそのめちゃものしいその子ファンみたいなちゃんとしたファン、うん、ちゃんとしたファンっていうかものしいな苦労の人とそのそれが好きなファンみたいな。 好奇心ど,どちらかというと素人っていうかうん、うん、なんかそれの間みたいな人だなと思ったんですよね、うん、そういう人たちってなんかめちゃくちゃ詳しいけどそれを実際に使ったりとかし,してなくて死ぬほど詳しいけどなんか素人でもないし、うん、でも客観的な目線では見ていてなんか 実際にそれをサービスだったりとか使ってないけどあのそ,それこそなんていうかプロフェッショナルっていうか、うん、コアのめちゃくちゃそれについてめっちゃ知ってるみたいなそれをつなげる人っていう存在なのかもしれないしあれ別のカテコエなのかなとかなんか。 一瞬思っったことがあいやでもなんかその例えってすごい正しいなと思っていて <laughs> 多分何が起きたかというと今昔のメディア本当に昔のメディアって最初は多分まあエキスパートっていうかそもそも、えっと、パブリックが、えっと、情報がなかったので情報を与えるだけで十分だった時代があったんですよ、うん、でその後に何が起きたかっていうとえっと あの消費者側の中でエキスパート、まあ、いわゆるその,その分野に詳しい人たちがどんどん出てきたんですよね。その分野の仕事をしたりとか。でそ、その人たち向けのメディアがどんどんなくなっていったんですよね。で、なぜかというと、よりマス向けになると、よりツアリスト向けにしないといけないので、そうするとエンタメ要素を入れないといけないっていう。でも、なんかもちろん、エキスパート向けにはエンタメ要素って入れられるんですけど、よりニッチなものなので。 広告モデルがそ,そこにそもそもフィットしないっていうところもあったりするんですけどうん、うん、ただインターネットになるとその,そのニッチだとしてもそのエキスパートでいっぱい実はいたりする分野もあったりするのでなんでそこに向けての,その,そのちょうどその間に立つような人たちが必要になってきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。はいじゃあ そんな感じで後半はまた来週ということで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。YouTube と Spotify でもビデオポッドキャストやっているのでぜひそれもチェックしてみてください。そしてメンバーシッププログラムもえっとオフトピッククラブでノートやっているのでそれも概要欄から見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。